待たせいたしました。次は、蝦夷無国籍楽団の皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
籍楽団と申します。よろしくお願いします。1曲目はサマータイムのような曲をやりました。ここまでついてくれた皆様方、この後は聴きやすい曲が多いんで最後までついてくれると思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあ、時間もね限られてるんで2曲目、ジャズの定番曲いきたいと思います。
ありがとうございます。ジャズの定番曲モーニングでした。こうやってね、僕ら映像無国籍楽団と申しまして、いろんな皆さんのおなじみの曲を、とても分かりやすいアレンジで演奏していくのが信条でございます。こんなね、アレンジができるのもこういった素晴らしいメンバーと巡り合えたことが、ね、ものすごい大事なことになっているんですけど、次、やる曲はですね、こんな素敵な仲間たちとこうやってね、素敵なバンドを作れた、そんなきっかけにもなったね、僕の音楽の原動力になっているそんな曲を送りたいと思います。1995年にですね、阪神淡路大震災というのがありまして、その時にね、作られた曲なんですけども、当時僕もね、大切な友達をそこで失っちゃいまして、ね、悲しみにもうね、どん底の方にいた時に救われたそんな曲なんですけども、これをね、歌い続けることによって、こう僕が音楽を続けられてこれて、このバンドを作るきっかけにもなって、そんな曲なんですよ。すごい力をもらえる曲です。僕がね、こうやってこんな素敵なステージで皆さんの前でこんな曲を歌えるのもね、何かのご縁だと思って、僕の思いを、ね、少しでも、ね、あなた方も皆さんの心に届けられたらいいなと思って、歌わせていただきます。満月の夢。風が吹く港の方から、焼け跡を包むように脅す風、悲しくて全てを笑う、乾く冬の夢。行く当てのない怒りだけが胸を熱くする。声のない叫びは煙となり、風に吹かれ空へと舞い上がる。誰もがこの時代に走らされた。全てをなくした人はどこへ行けばいい。
で笑え満月の夢やったおや歌が聞こえろ眠らずに朝まで踊ろうやったおや焚き火を満月の夕べ。ありがとうございます。さあ時間もないんで最後の曲いきましょう。かっこいい曲いきます。チュニジアの夜。チュニジアの夜、チュニジアの夜かもね。時間なくてね、ちょっと告知もしたいんですけどね、本当はね。そこのピアノのひろこちゃんなんかね、このシティジャズで10バンドぐらい出ちゃうんですよ。すごいですね。半分の5バンドぐらいはなんか双子の妹がやってるらしいんですけど。そうです。じゃあチュニジアの夜。
これからこの素敵なバンドが街中にいっぱいいらっしゃるんで、渡辺芳人に大きな拍手を。おいー、渡辺芳人、ブランペット、渡辺芳人。